花が咲き、木々の緑が輝く5月。5月とか数字は微濁にならないんだよ。5月、5月。緑緑緑緑緑緑が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 輝く。ちょっと強く強く難しい。文末が、どっか行っちゃわないようにね。もう一回。映画館経営者の生活設計。映画館経営者の生活設計。映画館経営者の生活設計。そこは自分で判断して。疲れています。疲れています。疲れています。疲れ切った視線を落として薬を口に含むと。メガネの和光ビッグサマーセール。メガネも着替えて出かけよう。メガネの和光ビッグサマーセール。セール初日は朝7時開店。うん。声量をあと 1.5 倍。はい。はい。あの聞こえないタイプの話です。まるでボロ布が歩いているようでした。ではちっとも伝わらない。そうではなくて、まるでボロ布が歩いているようでした。少しゆっくり強めにして読んであげるとか。見慣れたはずの道路は。市内から逃げてくる人でいっぱいです。着ている衣服はツタツタで畑のようになり、暗いからって小さい声になるっていうわけではない。そうではなくって、重たく、そして、暗くでもいいんだけれども、まるでボロ布が歩いているようでした。これは大変なことになった。きっと今までに聞いたこともない爆弾が使われたのだろうと思いました。ラジオ番組を収録した授業が一番印象に残っています。自分で原稿を作って収録をして、実際に学校の地下にある本格的なスタジオで収録ができて、とてもいい経験になったと思っています。はい、ラジオはそうですね、週に3日4日ぐらいかな、時間があれば聞くようにしてます。ただその自由に喋ってるだけなのかなって思ったんですけど、結構その台本であったりとかタイムコード、この時間にこれを喋りましょうみたいなことがしっかりと決めてあって、すごい、こんなにしっかりと作ってるんだなっていうのを学校にいながら知ることができたので、すごく良かったと思います。ラジオアナウンサーでスポーツアナウンサーになって、野球の実況中継をしたいなって思っています。私はナレーション収録の授業が一番楽しかったなって思います。特にタイムコードがあるので、それに合わせて話さないといけないっていうのがすごく難しくて、そっちに意識が取られてしまうと逆にちょっと感情が乗せにくかったりとか、そういう抑圧とか間とか大切なことを忘れてしまうということがあるので、そこまで意識しないように、とにかくもういいナレーションにするっていうことを意識してやりました。やっぱり一番最初に発声の授業から入ったんですよ。やっぱりそこで声が小さいって最初は言われていたので、もう毎日のように発声練習をしたんです。でもそしたらだんだん声が出るようになってきたねって言われるようになって、基礎的な部分が少しは成長していったんじゃないかなって私は思います。テレビ局のアナウンサーになることです。日本で起こっている、社会で起こっていることを正確に皆さんの心に伝えれるようなアナウンサーに私はなりたいです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。